はい、こんにちは。マイケル太郎です。はい。では、残り、えー、っと、3番目と4番目ですね。えー、っと、酢酸と水酸ガナトリウムの混合と、えー、酢酸と酢酸ナトリウムの混合、まあ典型的な化粧液ですね。をやっていこうかなと思います。はい。では、いきます。えー、簡単な方から0 1パーリットルの酢酸と、0 1パーリットルの酢酸と、0 1トルの水酸ガナトリウムの ですね、えー。モルパーリッターで、えー、酢酸と、えー、水酸化ナトリウム、NAOH ですね。えー、と、えー、酢酸の方が 10ml で、えー、水酸ナトリウムの方が 20ml ということで、えー、と、どっちが残りますかはい、強が残りますね。強が残るときは、はい、簡単でしたね。はい、OH マイナスが Cb マイナス Ca でしたね。 えなんで、濃、え、度、ー、の,の話だけ気をつけてやれば、えー、こうと、え10プラス20分の10ですね。はい。あとはこれを計算してやって、えっ、ー、と、OH マイナスの三度3分の1かける10のマイナス1乗。なので、 H プラスの濃度に直すと、3×10 のマイナス3乗ということになります。はい。まあ、これは簡単でしょう。前回まとめた、えー、今日残りの話ですね。えー、次です。えー、っと、0.1mol パーリッタルの酢酸と、0.1mol パーリッタルの酢酸ナトリウムですね。えー、もうこれ見た瞬間、干渉器ですね。 0.1モルパーリッターの酢酸と酢酸と0.1モルパーリッターの酢酸ナトリウムですね、えー、これが、えー、10ミリリッター20ミリリッターなので、えー、そのまま干渉域公式にぶち込んでやったら OK です はい、えー、K が出てますからね。酢酸の K は 2.10×10 のマイナス5乗なので、えー、残った3分の生じた体です。残った3分の生じた体ですよね。大きいね。緩衝撃っていうのはね。なんで、残った3が混ぜてやると、こうなって、小事体は酢酸ナトリウムですから、若干薄められるだけであって、 それに水素イオン濃度をかけてやると。で、これに 2.0×10 のマイナス5乗を代入して計算してやると、水素イオン濃度が 1.0×10 のマイナス5乗ですか、ね。え、モルプアリッターになります。はい。めちゃくちゃシンプルですね。この式知ってりゃできるんですよね、関数力はね。基礎に関しては後々ということで。よろしいでしょうか はい。えー、っと、今回はここで止めておこうと思います。次回、えー、っと、この干渉液を題材に、この干渉液ね。この干渉液を題材に、この干渉液に0 1え o l p ルパーリッターの塩酸1ミリッ o l をこれに加えたら、さあ、どれぐらい変化があるかなっていうのを見たいと思います。ペハは今のところは5ですね。からどれぐらい動くかっていうのを見てみたいと思います。はい。では、お疲れ様でした。